皆さんこんにちは。今回は2000年度の兄弟理系数学第2問です。こんな問題でした。次数 A は0より大きく2以下の範囲を動くものとする。括弧1番 y イコールルート x と y イコール a 分の 2x 足す1引く a 分の1のグラフが共有点を持つような a の範囲を求めよう。括弧2番二次方程式 2x 足す a 引く1の2乗イコール a 2乗 x の複素数の範囲で考えた2つの解を α、β とする。ただし β の絶対値の方が小さくないとしています。この時 β の絶対値の最小値を求めよう。つまり小さくない方の最小値を求めようと言われているわけですね。というわけでまずは括弧1番から解説していきたいと思います。さて括弧1番ではこれら2つのグラフが共有点を持つような A の範囲を問われています。ただし A はここに限定されていますね。0より大きくて2以下であるというわけです。さてまずこれら2つがどういうグラフになっているのか実際に書いてみることによって確かめてみましょう。さてこれら2つのグラフをそれぞれ C と L というふうに名付けていますが、まず C はイコールルート X の方ですね。こちらを考えてみましょう。といってもこれはそんなに難しくはないはずです。 y イコール x2 乗の形だったら縦の放物線ですから、ルート x は横に寝た放物線になっていますね。ただしルートの中身は0以上じゃなきゃいけないので x は0以上、そして x が0以上でルートを取ってるわけですから y も0以上ということになって、第一象限だけ考えればいいということになりますね。というわけでこの c のグラフを先に書いてみると、はい、 C のグラフこんな感じになります。これは簡単ですね。で次 L なんですが、直線ではあるもののわからない文字 A というのがあるので、どうやってグラフを書けばいいのか悩ましいところですね。こういう時は L が必ず通る点がないかどうか探してみるといいと思います。 A の値はもちろん0より大きく2以下の次数を動くわけですね。それに伴ってもちろん直線も傾きとか通る点は変わるでしょう。しかし A の値が変わっても必ず通る点っていうのがあればグラフを書くのは容易になりますし、また2つのグラフが共有点を持つような A の範囲を求めやすくなります。そこでまずは L が必ず通る点を見つけたいんですね。そのような点があるといいなと思うわけです。もちろんそういう都合のいい点がいつもあるとは限りませんけどね。じゃあこの式見てみましょう。 y イコール a 分の 2x 足す1引く a 分の1ということなんですが、 A というのはこことここの2箇所に登場していますね。で、A の値によらず必ず通る点、X 座標、Y 座標っていうのを与えたいわけですから、別の言い方をすれば、X とか Y の値をうまいこと調節して、A の値、この波線部分が消えるようにすればいいんです。そしたら、幸いこの2つは A の次数が一緒ですね。A 分の1。まあ、いわばマイナス1です。それが消えるようにするためには、こういうのを考えればいいんです。A 分の 2X 引く A 分の1で A が消えるような X を考える。そしたら係数が2と1なので x の値は2分の1にしてあげればいいですね。 x の値を2分の1にするとこの2つが消えてくれて y イコール1となります。だから x が2分の1、そして y が1、つまり2分の1の1という点を l は a によらず通るということが言えるわけです。ということでこの l のグラフを書くにあたってとても重要な事実が得られました。まあこんなもんね、頭の中で計算してパパッとわかるよっていう人もいると思いますし、それはそれで OK です。定点2分の1、1を通るということ自体は、この式に x イコール2分の1、y イコール1を代入して常に成り立っていれば十分示せるわけですから、別にわざわざこういう記述をする必要はないわけですね。まあただ今回は問題を見た時の思考プロセスを明確にしたいので、こうやって丁寧に書いておきました。まあとにかく、2分の1、1という点を通るので、それを一回図してみます。はい、l が必ず通る定点を赤で書いておきました。で、通る1点が決まったら、あとは直線を決定するためには、もう一個通る点を与えるとか、傾きを与えるとかすればいいですね。で、今回は A の式で傾きが分かってるわけですから、傾きを与えることにしましょう。傾きは今 A 分の2です。ただ、A というのが0と2の間をこういうふうに動く数ですから、まずは傾きの動く範囲っていうのを考える必要がありそうですね。今 A は0より大きく2以下の次数です。したがって、この傾き A 分の2の範囲っていうのは、こうですね。傾きは1以上となります。アップサイドは青天井ですね。A の値を0よりは大きい、つまり正だけどもすごくちっちゃい、例えば 0.1、0.01、0.001 とかいう風にしていけば、どん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 この傾き、A 分の2っていうのは大きくなっていくわけですから、上界はないわけですね。いくらでもでかくなれる。ただし一番下は1だよというわけです。ということで、L が必ず通る点と傾きの範囲が分かりました。そしたら、この L というのは A の値に応じてどこからどこまで動くのかっていうのを知りたいわけです。もちろん括弧1番の目的は、これと L が共有点を持つような A の範囲を知ることなんですけども、
その前にそもそも L がどういうふうに動くのか知らないことには、そのギリギリ、つまり共有点をギリ持つとか持たないとか、そういう状況がわからないわけですから、一回 L の一番極端な様子っていうのを書いてみると、さて L の傾きが一番ちっちゃい時は傾き1でした。2分の1の1という定点を通って傾きが1の直線はこの緑の点線のようになります。これが傾きが一番小さい場合、見たところこの緑線は C とは共有点を持っていなさそうですね。ただもちろん僕の画力がない、あるいはグラフを雑に書いているだけかもしれないので、細かい検証はこの後にやります。まあとにかく一番傾きがちっちゃいのはこれ。あとは傾きが大きくなる一方で、極端な場合っていうのは傾きに上界はなくていくらでもでかくなるわけですから、一番傾きがでかい場合っていうのはないんですけども、ある意味極限として直線 L がどういう状態になるか、つまり A が限りなくゼロに近づいていく時の L が近づく直線は何かっていうと、この緑の縦線のようになりますね。傾き無限大っていうのはいわばまた手なわけですから。ということでこの緑の点線と、あとこのまあ緑の破線というんですかね、ちょっと違う点線の間を直線 L っていうのは動くわけです。この赤い定点を通りながら。とするとあくまで大体のイメージですが、A の値によって C と共有点を持つ持たないっていうのが次のように変わることがわかります。さて傾きが一番ちっちゃいのは1でしたね。なのでこの斜めの緑点線です。これが A イコール2の状態。そこから A がちっちゃくなっていくにつれて、赤点は必ず通りつつ L の傾きっていうのは大きくなっていきます。あるところでおそらくですよ、こんな風にこの曲線 C と L が接する時がありそうですね。あるいはどっちが先か分かりませんが、L が原点を通るっていうのもありそうです。まあ今の図だと接する方が先に見えますが、実際のところは分かりませんね。まあとにかく接するあるいは原点を通る瞬間っていうのがあって、その後はどんどん傾きが大きくなっていくわけなんですけども、一回接したり原点通ったりすれば、その後はまあ大体ここら辺で交点を持ってくれそうですね。で、どんどん縦になっていって、交点はやがてここに近づいていくというわけです。だから、A の値はある程度ちっちゃければどうやら C と L が共有点を持ってくれるというふうに予想がつきます。もちろんこれだけでは答えなんて出ないんですけども、自分で答えを出した時に最後にチェックする方法として、あ、確かに例えば A 小なりいくらになってるなとかっていうふうに確認することができるわけです。なので答案に書くかどうかは別として、こういう図を用いた考察もバカにはできないですね。まあ、とにかくさっき言った通り、大事なのはこの赤点を通ってかつ C に接するのが先か、あるいは原点を通るのが先かってことですね。先というのは A の値をどんどんちっちゃくしていくときにどっちが先になるかってことです。あるいはそもそも接することなんてないのかもしれませんしね。ということで以下はいよいよ C と L の交点の話に入っていきます。さてさっき棒を用いて説明したときに分かったかもしれませんが、 L と C というのはこっち側では交点を持たなさそうですね。こっち側っていうのは X 座標が2分の1以上という意味で言っています。ただあくまでそれはなんとなく A 的にそんな気がするという程度の話なんで、ちゃんとそれを言いましょう。つまり X が2分の1以上では交点はないよということを示しておきます。と言ってもやることは簡単です。 X イコール2分の1に対応する Y の値がすでにこっちの方が大きいし、それ以降の曲線あるいは直線の微分係数、つまり接線の傾きがこっちの方がでかいですよね。つまりスタート地点も傾きもこっちの方がでかいので、結局交わることはないということを言えばいいです。曲線 C は y イコールルート x において、まあ、同関数っていうのを計算してみると、これは簡単ですね。2ルート x 分の1というふうになります。で、今 x が2分の1以上の時どうかって話をしたいわけですが、 x が2分の1以上だと実はこの傾きっていうのはルート2分の1以下になってしまいますね。で、このルート2分の1っていうのは1より小さい、まあ、ただこの式だけだと別に傾きがルート2分の1より大きくなる点だってあるわけですから、ちゃんと X の範囲を明記しておきましょう。今は X が2分の1以上では交わらないよって話をしたいので、こうやって書いておいて、 dydx が2ルート X 分の1なのは定義域内でずっとそうなんですけど、 X が2分の1以上ではこれが成り立つというわけですね。そしてあと1個は、この点の Y 座標と C とこの X イコール2分の1の交点、この点の Y 座標を比べるだけです。y イコールルート x っていう曲線で x イコール2分の1とすると y はルート2分の1になりますね。で、これっていうのは図で赤で書いた定点の y 座標1よりもちっちゃくなっています。まあ、言ってることは単純です。この点の方がこの点より上にあるよっていうだけですね。ということで傾きについても大小関係があって、 y 座標についても大小関係があるわけですから、 x が2分の1以上では c と l は交わらないと。ということで傾きも y 座標も大小関係があるので、交点を持つならばこれ以外、つまり X 座標は0以上2分の1未満であるということが言えます。
図で言うと交点があるならここからここの間だよねというわけです。さあというわけでこれで安心して左側だけ見ることができて、 C と L が接する時の A の値と L が原点を通る時の A の値の大小を比較するだけでいいということがわかります。というわけで次はいよいよその2つの状態の議論です。さてまずは L が原点を通る時ですね。図にしてみると、はい、こんな感じですね。まずはこうなる A の値を求めますと言っても簡単です。この式に原点の座標を代入するだけですね。X と Y をどちらも0にした式はこの通りですね。でこれが成り立っていればいいわけですから、1-a 分の1が0、つまり a 分の1が1なわけですから a の値は1というふうに求まりますね。 a が1の時に l は原点を通る、この赤直線のようになるというわけです。そして次は l と c が接する場合です。ただこれについてはそもそも接するような状況があるのかどうかっていう段階から丁寧に考えるべきです。というのも曲線の形によっては接するようなことがない場合もあるわけですね。こういう時は極端な場合を考えてみるとよくて、例えば曲線 C の立ち上がりが最初すごくゆっくりでこんな感じでダラーっとしてる場合ですね。こういう時は2分の1の1という点から直線を引こうにも原点を通る場合はいいですけども、接する場合ってなさそうじゃないですか。傾きもうちょっと大きくしたら普通に交わっちゃいますからね、こういうふうに。だからこそこういうふうにそもそも接するかどうかから考えたいというわけです。接するケースがあるかどうか求めるにはシンプルにこういうことを考えればいいです。 C 上の点の座標ですね、まあどこにあるか分かりませんが、その点の座標をこういうふうに文字で置いて、その点における接線を具体的に T の式で表しちゃえばいいんです。この点における C の接線というのを考えてみると、はい、こんな感じになります。まあどっちの式で表してもいいんですけど、こういうふうになると。これを求める過程は各自で計算してみてください。大して難しくないです。さっきと同じようにこれ微分すればいいですからね。でここからどうしたのかってことなんですけど、これが定点2分の1の1っていうのを通ればいいわけですから、そうなるような t の値を探るためにこの直線が定点2分の1の1というのを通ればいいわけですよね。通ればいいだけでなくて、これを通らないと明らかにそのような直線っていうのは l にならないですね。だって l は必ずこの赤い定点を通るわけですから。ということでこれを通るような t を求めるわけなんですが、やることは単純、 x に2分の1 y に1を代入してあげればいいです。それらを代入して得られる t の方程式はこれです。ただし今は分数になってしまっているので整理してあげて、こんな感じになります。で、あとはこの二次方程式解いてあげればいいですね。ちなみに細かい話ではありますが、こういうのを解くときに毎回絶対ですね、解の公式を使う必要があるかというとそんなことはなくて、係数が単純なので平方完成しちゃうのが案外早かったりします。まあ解き方としてはだから、平方完成してあげると t-1 の2乗になって、t2 乗引く 2t 足す1ならぴったり平方完成できるわけですから、両辺2分の1足してあげればよくてこうですね。ということで t-1 というのはプラマイのルート2分の1と出てくるという感じです。まあだから頭にある公式をね、何も考えずに使うんじゃなくて、こうやって素朴な解き方できるかどうかっていうのも大事かなと思います。これは別に僕個人のこだわりというわけではなくて、単純にこっちの方が計算楽ですからね。まあとにかく二次方程式を解くと t の値こうやって出てきます。で2個出てきちゃってますけど、一方は不適切で切り捨てる理由は簡単です。というのも今直線 L っていうのはこの緑線とこの緑線の間を動くわけですよね。で傾きが1以上だという話はさっきした通りです。だからこの 2t 分の1という傾きが1以上ということから、 t が2分の1以下という制限が出てきます。 2t 分の1が1以上、つまり t が2分の1以下であるということから、 t というのは複合のプラスの方はダメでマイナスの方だということがわかります。実際プラスを取ると2分の1より大きくて、マイナスだと2分の1以下だということは各自で確認しておいてください。十分性についてのチェックは不要だと思います。というのもそもそも2分の1、1という点を通ると仮定して t を出して、でしかも今 l の傾きが1以上だっていう制約も加えた上でこれが残ってるわけですから、 t がこの時これに対応するこの点における接線っていうのはまず傾きが1以上なわけですね。そして2分の1、1っていう点を通るわけです。だってこれ代入して t の値出したわけですから。そしてさっきも言った通り、2分の1、1という点を通って傾きが1以上の直線は全て l として取り得るわけですから、この t の値で十分ですから逆のチェックは不要です。というわけで t の値が出てきましたが、 a の値に言い換えてあげる必要がありますね。ということでこのように2つの直線、これとそしてこれの傾きを比べました。 a 分の2というものと2t 分の1が等しければいいので、この式は成り立って、ここから a は 4t だとわかるわけですね。なので t イコール1引くルート2分の1に対応する a の値っていうのは4引くことの2ルート2というふうになるわけです。
ということで、L と C が接することはあって、その時の A の値は 4-2√2 であるということが分かりました。これと1との代償関係はどうなってるかってことなんですが、この 4-2√2 っていうのは、1より大きくなっていますね。こっちの A よりもこっちの A の方が大きいということは、傾きとしてはこっちの方がちっちゃいわけですから、L が傾き1のところ、A が一番でかい2の時から、A をどんどんちっちゃくしていった時に先に起こるのは、原点を通るということではなくて接するということなんですね。したがって求める A の範囲は何なのかっていうと、この 4-2√2 以下だというふうになるわけです。この A よりもこの A の方が大きいということは、 A イコール2、つまり傾き最小のところから A をちっちゃくしていくと、まず L と C が接するということを意味しています。その後原点を通ってまたどん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 傾き急になっていくというわけですね。なので求める範囲としては A がこれ以下だというふうになるわけです。ということで括弧1番の答えはこれですね。ちなみにまだ C と L が接する状態を図示していませんでしたが、書いてみると、はい、こんな感じになりますね。まあ図を書いたから何か答案の根拠になるかっていうとそういうわけではないんですが、ある程度丁寧に図を書いておくと答えがどうなりそうかぐらいは予想できます。まあ今回接するのと原点を通るのはね、割と近い値だったわけですね。だいたいこれが 1.2 とかでこっちが1なので、下手に図書いちゃうとこれとこれは近づいて見えちゃいますけども、少なくとも答えが A がある値以下っぽいということぐらいはわかると思います。この答えがもし A がなんとか以上とかだったら、ちょっとこれはおかしいんじゃないかと思えるわけですね。図を書いてよってこれが答えですっていうのはあまり好ましくないかもしれませんが、図を書いてだから、ああこの答えでもおかしくないんだ、まあそれはそうだろうなというふうに納得をするっていうのは、実際の試験の場ではミスを減らすという意味でもとても大事なことだと思います。さて、括弧1番でやったことを振り返りましょう。括弧1番で問われていたのは、この2つのグラフが共有点を持つような A の値の範囲です。さっき交点って書いちゃいましたけども、共有点のつもりで書きました。つまりこうバッテンみたいにクロスしてなくて、それこそこういうふうに接している時であってもいいというわけです。で、どう考えたかっていうと、まず、C のグラフを書いて、で、その後、直線 L が通る定点っていうのを明らかにしたわけですね。直線 L っていうのは、A の値とともに様々な傾きを取るわけですけども、A の値がどういう値であっても、必ずこの2分の1、1という点は通るということを明らかにしました。まあ、それは別に求める過程を詳しく書く必要はありません。X を2分の1にしたら必ず Y が1になるということだけチェックしておけば十分でしょう。あるいは、いきなり定点2分の1、1を通ると書いても×になるような気はしないです。で、定点が分かったら、あとは大体 A の値とともに直線がどう変わるのかを見ました。傾きは1以上で、最初ここからスタートして A をちっちゃくしていくならば傾きは大きくなる一方なんですが、どうやら原点を通るときとか接するときとかがあるっぽいということで、それぞれの場合の A の値を調べました。原点を通るときの A の値は簡単ですね。次、接するときなんですけども、まあそもそも接することがあるかどうかっていうのは曲線 C の形状次第なので、それをちゃんと調べたわけですね。調べた結果、ちゃんとそのような瞬間っていうのがあって、T の値がこれ、そして A の値は 4-2√2 になるということが分かりました。まあ検算したい人はこの2つ代入して、直線 L の式と、あとこの式が一致するかどうか確認しておいてください。まあとにかく、この時にちゃんと接するわけです。で、直線の傾きをどんどんでかくしていく時に、接するのと原点を通るのはどっちが先なのかっていう話をしたくて、これを調べたわけです。で、この A の方が大きかったわけですから、傾きを大きくしていく過程で、つまり A をちっちゃくしていく過程で、まずこれが起きて、その後これ。なので、求める A の範囲は、これ以下だというふうになるわけです。もちろん、正ではありますけどね。括弧1番のような問題、つまり、接線がどこどこを通るとか、あるいは直線が定点どこを通るとか、いった話っていうのは、今回の問題に限らずとても重要なので、括弧1番とても丁寧に解説してみました。というわけで括弧1番は以上で、次は括弧2番に行きましょう。さて、括弧2番ではこのような二次方程式を考えています。で、この方程式は括弧1番とどう関係しているのかということなんですけど、この式の両辺をまず A2 乗で割ることができます。まあ、A は0ではないですからね。で、割った結果どうなるかっていうと、このような式が出てきます。で、今この式が複素数回を一般的には持つわけですが、特に実数回を持つというふうにしましょう。そしたら左辺は実数の2乗になっているので0以上ですね。だから右辺も0以上、つまり実数回はあるとしたら絶対に0以上じゃなきゃいけないんです。で、その時に両辺とも0以上ですから、両辺のルートを取ることができて、ルートを取ってあげると a 分の 2x+1-a 分の1イコール
ルートの x というふうになります。でそれってまさにこの連立方程式で y を消去したものになっていますね。したがってこの方程式あるいはこれが次数回を持つのであれば括弧1番の結果をそのまま使うことができそうです。複素数回を持つ場合については別に x0 以上とかいう制約はないわけですし、また別の議論が必要だと思えるわけですが、とりあえずこの方程式が次数回を持つ場合に限定して括弧1番の結果を使いつつベータの絶対値の最小値を求めていきましょう。ここで一つ注意しなければいけないことがあります。もともとのこの式の両辺を a2 乗で割ったこの式、まあこれは絶対正しいんですけど、この式の両辺にルートをつけることによってこの連立方程式で y を消去した式が得られると言いましたが、それは厳密には正しくありませんね。まあもちろん一つの場合としてこれイコールルート x っていうのは確かに出てくるんですけど、そもそも2乗を外そうってわけですから、そこでいきなりこれイコールルート x っていうふうにするのは必要十分ではない操作になってしまいますね。じゃあこの2乗を正しく外すとどうなるかっていうと、このように片方に複合がつくはずです。まあこっちでもいいんですけどね。実際これならばこれも言えますし、これならばこれも言えます。ただし今は次数回がある場合を考えているので、この右辺が0以上であることから x は0以上の次数だというふうにしています。まあとにかくこの元でこれとこれは同値なわけですから、これを解いて得られる2つの解についてその絶対値が大きい方をベータとして挙げればいいわけですね。で今この右辺のルート x にはプラスマイナスという複合がついちゃっています。もしプラスだけだったらこの図で書いたここから先の横に似ている放物線の片方だけってことでいいんですけど、マイナスもついているので結局この下の部分ですね、もう一個の曲線も書かなきゃいけないということになります。実際書いてみると、はい、こんな感じになります。 L っていうのはこっちかこっちどっちでもいいんです。まあこれつまるところ x イコール y2 乗になるわけですが、この放物線と共有点を持てばいいというふうになるわけですね。だって共有点を持つということと次数回を持つということは一緒なわけですから。じゃあこのフルの放物線と L が共有点を持つような A の範囲ってどうなるかっていうと、それはもう括弧1番の結果をまんま使うことができます。 A の値が 4-2 ルート2の時にこの放物線と L は接するわけですね。そして A がその後ちっちゃくなっていくとどん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 傾きが急になっていくわけですが、一度この上の部分つまり C と共有点を持ったら、あとはいくら A をちっちゃくしても共有点を持ち続けます。だってそもそも片方と共有点を持ってるわけですから、こっちと共有点があろうとなかろうともちろん共有点つまり次数回は存在するわけですからね。したがってこの放物線と L っていうのが共有点を持つ、つまりこの方程式が次数回を持つような A の範囲っていうのはやはり括弧1と同じで0より大きくて 4-2 ルート2以下というふうになるわけです。一般的にはマイナスルート x という新しい枝分かれが登場しているので、これが次数回を持つような A の範囲っていうのは括弧1番の答えであるこれよりも緩くなる可能性があるわけです。だってマイナスルート x でもいいわけですからね。しかし今回についてはたまたま結局この範囲っていうのは括弧1番と一緒になったというわけですね。で最終的に知りたかったのはこれではなくて、実数回を持つ時にその10回でもいいんですけど2つの実数回の絶対値が大きい方のその絶対値の最小値ですよね。 A の値がギリギリな時の L はこうなるわけなんですけども、一般的に L っていうのは傾きがもっと急で、例えばこういう状態になり得るわけですよね。でじゃあ L がこの急な方の時のこの方程式の次数回っていうのはどうなるかっていうと、結局これの解になっていればいいわけですから、図で言うとこことあとここということになりますね。この2つがこの二次方程式の次数回になっているわけです。だから A の値が2の時はまあこんな感じなわけですけど、A がちっちゃくなっていくにつれて傾きがどんどんでかくなって、あるところでさっき説明した通り L と C は接する。でその後交点が2つできる、つまり解がスプリットするわけですね。でそのスプリットした解が動いていくというわけです。で A をちっちゃくしていくっていうことを考えると、最初にここで10回になるわけですよね。でじゃあその後この方程式あるいはこれの2つの解がどうやってスプリットしていくのかっていうと、実際にこの赤い線の傾きが急になっていく様子を想像すればいいんですが、片方の解はこっからこっち、もう片方の解はこっからこっちに移動していきます。だからこの2つの解はイメージ的には A が 4-2 ルート2のところからパカッと分かれてこうやって移動してここまで来たというわけなんですね。まあ簡単に書くとこんな感じですね。答案にはずっとこれを書いておけば説明としては十分だと思います。
この2つの点っていうのが、まあ、もちろんこの点の位置自体は A とともに変わるわけなんですけども、この2つの点がこの二次方程式あるいはこれの2つの実解になっているわけです。で、じゃあどっちが α でどっちが β なのかっていうことなんですが、今明らかに実数解は0以上ですね。だから絶対値が大きいっていうのは単に値としてでかいということと一緒なわけですが、この2つの点で x 座標が大きいのはどっちかっていうと、もちろんこっちですね。なぜならこの2つのグラフは上下対称であって、この直線っていうのは傾きが正だからです。じゃあ実数解を持つという前提で β の絶対値というか β そのものの最小値はいくらになるかっていうと、この点の x 座標が一番ちっちゃくなるときを考えればいいわけですから、それはつまりこの L っていうのがシートというかこの放物線と接するとき、つまりこの直線のときですね。それに対応する β っていうのはこの重解である点の x 座標ということになります。で、実は括弧1番の途中過程でその x 座標あるいはその足がかりになるものはもう調べてあります。それは何かっていうと、さっきこっそりここにメモしておいたんですが、L が C と接するときの T の値ですね。さっき接点の座標を T2 乗 T と置いていました。だからこの値そのままではないんですけど、この点の X 座標っていうのは T の2乗で書くことができます。 β の絶対値、まあ今は β そのもののわけですが、それが最小になるのは A の値で言うと 4-2 ルート2のときですね。で、この時の β っていうのは括弧1番の途中で出てきたぴったり接線になる時の t の値、これの2乗ですね。だから1引くルート2分の1の2乗ということで、こうですね、2分の3引くルート2というふうになります。まだあくまで実数解を持つ時しか考えていないので、これはまだこの問題の答えとは確定していませんが、この場合における β の絶対値の最小値は求まりました。というわけでこれで一段落ですね。一回この場合だけでやってきたことをまとめると、今問われているのはこの二次方程式の2つの解のうち絶対値が大きい方、まあ、それを β としているわけですが、その β の絶対値の最小値です。まあ、実数解を持つときはその2つの実数の単純に絶対値を比べればいいんですけど、とにかくまずはこれが実数解を持つような A の範囲を調べたわけです。括弧1番と違ってこっちの枝分かれも発生していることに注意をしつつ、 A の範囲を求めてあげると結果として括弧1番と同じになりました。で、じゃあ A の値に応じて2つの解がどう動くのかっていうと、 A が 4-2 ルート2の時はぴったり重解になって、 A の値がそこからちっちゃくなるにつれて傾きが急になってって、2つの解がこういうふうにスプリットしていくというわけですね。とすると絶対値がでかい方あるいは単にでかい方が一番ちっちゃくなるのはまさにその重解の時だということになります。で、その時の値っていうのは括弧1番の途中で出たこの値の2乗ですから、1引くルート2分の1の2乗でこういうふうに求まるというわけですね。こんな感じで図を書きつつ A の変化と L の変化と2つの解の動きを対応付けられるかどうかがポイントでした。さて、実数解、まあ、重解も含めていますが、実数解を持つ場合は調べ終わりましたね。で、括弧1番を使うぐらいですから、まあこれが答えになってくれるといいなと思うわけですが、複素数解の時の絶対値のでかい方の最小値がもしかしたらこれよりちっちゃくなっちゃう可能性はもちろんあるわけで、これで答えには全然できないんですね。というわけで次はこの二次方程式が虚数解を持つ場合に行きましょう。さて、次は虚数解を持つ時です。さっき実数解を持つような A の範囲を調べ尽くしましたね。放物線と直線が共有点を持っていれば実数解がある、共有点を持っていなければ実数解がないわけです。だからさっきの0より大きくて 4-2 ルート2以下じゃないところを持ってくれば、それが虚数解を持つ A の条件になるわけです。はい、こんな感じですね。 4-2 ルート2より大きくて2以下の時に、この方程式は虚数解を持つというわけです。で、この後2つの複素数解の、まあ、絶対値を調べたいんですけど、一回ですねこの二次方程式を展開して項べきの順に整理してあげます。そうすると、まあ、2乗の展開ですからやることは単純です。計算ミスにだけ気をつけて整理してあげると、はい、整理するとこのような式が出てきます。で、この二次方程式の2つの複素数解というか虚数解が α と β なわけですね。で、今考えてみるとこの二次方程式って実数係数ですよね。解が虚数かどうかとかは関係なくて、 A が実数ですから全部実数係数です。実数係数の二次方程式の解なので、解の公式を想像すれば分かりますが、 α と β は互いに共約です。だから何なのかっていうと、互いに共約なわけですから2つの絶対値は実は等しくなるんです。絶対値が小さくない方を β とするという一見面倒くさそうな書き方がされていましたが、実際はそもそも2つの虚数解は互いに共約なので、
この2つは等しくなるんですね。でさらに解と係数の関係から今2つの解の積 α β っていうのはこれを2次の係数4で割ったものになっていますね。そして今 α と β は互いに共約なわけですから、 α β っていうのは α の絶対値の2乗でもありますし、 β の絶対値の2乗でもありますね。互いに共約であるということから、結局まあ大きいも小さいもないわけですが、大きい方の絶対値の2乗っていうのは α β と一緒で4分の1の a-1 の2乗になっているわけです。というわけでこれで大きい方の絶対値の2乗が求まっちゃいました。でもちろん絶対値なんていうのは0以上なわけですから、 β っていうのは2分の1括弧の a-1 というふうに出るわけですね。 a-1 の2乗にルートをつけると絶対値の a-1 になるわけですが、今 a というのはこの範囲であって 4-2 ルート2っていうのは1より大きいです。したがって a-1 が正なので、こういうふうに絶対値をつけないで書いています。さあここまで来たらあとは簡単です。これとあとさっきの実数解を持つ場合のβの絶対値の最小値2分の3引くルート2っていうのを比較してあげれば OK ですね。今求まった β の絶対値から次数解を持つ場合の最小値、まあ答えになるかどうかまだ分かんなかったこれを引き算したらどうなるかというと、実際計算していくとまず a-1 があって2分の3を引くので2分の1の中だと -3、 そしてルート2はマイナスがついてて2分の1もあるので足すことの2ルート2というふうになりますね。でこれを整理してあげると2分の1括弧ので a-4引く2ルート2というふうになります。ここまで来るとよしいけたぞと思えるわけですね。なんでかっていうと今 a は4引く2ルート2より大きいわけですから、 a から4引く2ルート2を引いてるここの部分っていうのは正になるんです。したがってこの二次方程式が実数解を持つ時の β の大きさ絶対値の最小値を引き算した結果が正だったということは、この二次方程式が虚数解を持つ時はベータの絶対値これっていうのはこれよりも大きくなってしまうんです。つまりさっきのこの二次方程式が次数解を持つ時のベータの絶対値の最小値を引き算した結果が正なわけですから、今回の虚数解を持つ場合はベータの絶対値っていうのはさっきの最小値よりも大きくなってしまうわけですね。したがって今回の問題の答えはさっきのケースの結論であったこれということになるわけです。はい、というわけで以上が括弧2番でした。やってきたことを振り返ります。問われていたのはこの二次方程式の2つの複素数解のうち絶対値が大きい方を β とした時の β の絶対値、その大きい方の絶対値の最小値ですね。でこの方程式っていうのは次数解を持つという前提であれば括弧1番の結果を利用できる括弧をしていたので、これが次数解を持つ場合とそうでない場合、つまり虚数解を持つ場合で倍分けしたわけです。まあ実数係数の方程式なので実数解だけを持つか虚数解だけを持つかのどっちかなんですが、それで分けたというわけですね。で実数解を持つ場合については両方の平方根を取ることによって括弧1番が使えるんですけど、括弧1番と違って C だけではなくて下の方の枝分かれも考える必要があったわけですね。ただそうは言っても次数解を持つような A の条件というのは括弧1番と変わらずこうなったわけです。でその下で β の絶対値の最小値を求めたら、それは結局接点の x 座標であったわけです。その値はこの t の2乗ということで3引くルート2だったわけですね。虚数解を持つ場合はどうかっていうと、解と係数の関係から2つの虚数解の積が分かったわけですが、次数係数の二次方程式なので2つの解の積というのは結局 α と β のそれぞれの絶対値の2乗の値でもあるわけです。だから β の絶対値の2乗はこれ割ることのこれということですぐに出てしまいました。結局これで β の絶対値が求まって、あとはこれとさっき求まった最小値これの引き算をして0との大小を比較することによってこの2つの大小を比較して、こっちがちっちゃくなったのでこれが全体での β の絶対値の最小値だと結論付けられたというわけです。括弧2番のこの二次方程式は a2 乗で割ってルートを取ることによって括弧1番が使える格好でしたが、その際に2乗を外すわけですから同値性の崩れがあるわけですね。そこに着目して下の方の放物線も補ってあげられるかどうかがポイントでした。まあ今回 β の絶対値が最小になるのは接するような状況、つまりこっちがいらない状況だったので、その意味では別にそんなの考えなくてもいいんじゃないのと思うかもしれませんが、 A の値によっては
アルファの解が下の枝分かれ上に存在するという場合もあるので、もちろんあれはちゃんと考慮しなければいけません。そうじゃなくても、式を2乗するとか、あるいは2乗外すっていう操作は、一般的には必要十分じゃなくなるわけですから、ルートを外す計算をするときなどは各自よく注意をするようにしましょう。今回の解説では、そもそもグラフが共有点を持つというのはどういうことなのかとか、条件を満たす接線は存在するのかとか、二乗をする、二乗を外す際の必要十分性はどうかとか、細かいところも雑にやらずに丁寧に解説をしてみました。実際の入試では時間も限られているので、全てに気が回るっていうことはないかもしれませんけども、日頃の演習では少なくとも、こういった細かいところも丁寧に議論して問題を解くようにしてください。まあその方が結果としてね、こう疑問に残るところもなくてすっきり問題が解けると思いますしね。はい、ということで引き続き東大京大の入試問題などを中心に数学の解説をしていきます。来年の受験生とかこれから数学の力をガンガン伸ばして難関大に合格したいという高校生はぜひチャンネル登録してください。またついにですね、この YouTube チャンネルの公式 LINE を作りました。公式 LINE ではこれまでに解説した動画のリンクをですねスプレッドシートにまとめたものをプレゼントしています。例えば東大とか京大のこの年度のこの問題の解説が見たいっていう時にそのスプレッドシートのリンクをクリックすればすぐにいつでも動画が見られるようにしてあります。特に受験生の皆さんにとっては役に立つと思うんでぜひですねこの機会に公式 LINE 友達追加してスプレッドシートのプレゼントを受け取ってもらえればと思います。ということで今回は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。